カリロエイとクリューサーを売りの子、芸量音を描いたアッティカクロエ式のアンフォラ。ミュンヘン、州立古代美術博物館所蔵。オーケアノスの娘カリロエイの系図、カリロエイあるいはカリロエイは、ギリシア神話の女神、女性である。長母院を省略して、カリロエ、カッリロエとも表記される。このカリロエイは、オーケアノスとテーティウスの3000人の娘たち、オーケアニデスの一人で、 クリューサーオールとの間に3頭の怪物、ゲイリョーオンとエキドナを生んだ。エキドナはトゥーポーンとの間に多くの怪物を生んだ。このカリロエーはトローアスのカシンスカマンドロスの娘でトロイアの王トロースとの間にクレオパトラー、イーロス、アッサラコス、ガニュメーデースを生んだ。ガニュメーデースはその美しさのゆえにゼウスにさらわれた。 アッサラコスの家系からはエネーアースが出た。イーロスは、イーリオスを創建した。このカリロエーは、シンアケロオスの娘で、アルクマイオーンとの間にアムポテロス、アカルナーンを生んだ。アルクマイオーンエリピューレの殺害も参照。カリロエーは父、アケロオスがアルクマイオーンの母殺しの罪を清めた時に、アルクマイオーンと結婚した。しかしカリロエーは、 アルクマイオーオンにハルモニアーの首飾りとチョイを欲しがったため、アルクマイオーオンはペーゲウスのところに行って嘘をついて返してもらった。しかし嘘であることを知ったペーゲウスは息子たちに命じてアルクマイオーオンを殺させた。アルクマイオーオンが殺されたことを知ったカリロエーは復讐するためゼウスに子供たちをすぐに大人にしてほしいと願うと、子供たちは突然大人になり、 ペーゲウスの子供たちを殺し、その後、ペーゲウスとその妻を殺し、復讐を果たした。二人はそのことを母に伝えた後、アケロオオスの言葉によって、首飾りと蝶衣を出るぽいに捧げ、アカルナーニア地方に植民した。このカリロエーは、リビアの王リコスの娘である。トロイア戦争後、ディオメーデースが帰国の後悔で、リビアに流され、リコスに捕らわれた時、カリロエーは、 ディオメーデースに恋をして助けた。しかしディオメーデースはカリロエーを捨てて帰国したため、悲しみのあまり自殺した。ありがとうございます。